これはインポスターきついな。頑張れオラフくん。頑張ります。まだワンチャンある。まだ確かに、まあ、まだワンチャンありますね、うん、次はゾニキさんかな。ボタン、いや、ゾニキさんはボタン押してるから殺さない方がいい。ボタン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 。ナイス。来ました。ありがとうございます。ナイスボタン。ナイスディース。さ。さ。さ。はい、スキップ。サクサクスキップ。いいっすね。いいっすね。嵐の前の静けさ、うん。これからたくさんキルしてきます。見てください。ちょっとあるね。くそ、ムカつく。借金センターで10万借りる。タピオカ屋を設立。売り上げ。好評。持ち金10倍。車を買う。高くて買えない。おばあさんが倒れてる。おばあさんを助けたら10連ガチャをもらった。10連ガチャで10億ゲット。はい、アルマさんが死んでて、まあ、コミサボが鳴ってる時にゾニキさんと僕とアルマさんがシャワー室に行け、うん、ゾニキさんが左に直ったぐらいのタイミングで抜けてきました。で、僕は下でタオルを集めてました。そしたら左からエロちゃんさん、メインからエロちゃんさんが来ました。上に行って一緒に発見。なのでかなり近いタイミングで死んでいて、かつ、上から来た、上にいる人がやっていると思ってます、うん。まあ、僕も容疑者位置だと思います。無理なのは夏目先端かな。ゲンさんも僕も無理、はい、無理かな。先端さん、夏目さん、ゲンまでは白でいいと思います。コミサボと武器庫付近で固まってました。はい。なるほど。はい。当夜怪しい位置なので言うと、貨物室脇でゾニキさんがラウンジに行くのを見送って、診察室の方に抜けてラストって感じです。あの貨物室でタスクをやった後に。レジーさんの筆頭って誰なんですか？エロちゃんは無理ですよね。エルちゃんさん無理です。左から来ました。僕が、タオル右側から左に戻って上に上がろうとしたところに左から来たので、弁当でも無理かなって。ゾニキさんは？ゾニキさんも左に抜けたので、うん、いやでも完全に左抜けたのを確認してからなので、さすがにそこでひっくり返っては無理だと思います。かなり外していいかなと思います。ラウンジの方に抜けたみたいな。今。あ、違います。メインホールの方に抜けてきました。でも、東野さん、ああ、そう、初手脇貨物が、オラフ君、東野、ゾニキさんの配達の手で、はい、そう、僕は赤い部脇で、上からゾニキさんが来たので、最初は。東野さん、最終位置はどこですか？が診察室ですね。はい。あれ？これなので、弁当使えば可能って感じですかね、東野さん。オラフ君と桜さん結構直近でシャワーの方から来ましたけど、電気室でオラフが確認そのままメインホールエンジンまで抜けていく途中だったんで、下位置どこです？ごめんなさい。シャワールームの一番上です。あのタオル入れのところです。あ、オッケーです。あ、じゃあ桜さん無理かな。なんか電気室で桜さんと一緒にメインエンジンって言って、うん、はい、多分皆さんに指名されてると思う。あ、じゃあ僕か東野さんって感じですかね、ミラー目線で。まあ、オラフ桜がなければ浮き市からだったらそうかな。メイン上がったタイミングで、誰やったっけ、エロちゃんさんと会ってるんで、多分エロちゃんさんからも僕たち白取れるんかなって。あ、取れます。エロちゃん多分ロラしましょう。はい、はい、ボタン押します。僕ボタン全力ロラします。急がん急がんお願いします。しんどろ話しちゃう、すがりたい。はい、はい、ナイス。ありがとうございます。ありがとうございます。ナイスです。で、アルマくんはメイン脇だったんですよね。コミサボが来るまでメインにいて、メインの右側かなのタスクやってたんですね。あ、嘘、
小見さんもなるちょっと前にシャワー室行ったかな。うん、あ、タオルタスクさんが多分最終目撃かな、はい、どっちも。そのイメージは出ます。タオルタスク最終目撃で死んでる場所もタオルタスクなんで、そのまま死んでるって感じです。はい。僕はロラは飲めます。皆さん視点で OK 取れるな、うん。で、僕から改めてゾニキさんと、誰だっけ、エロちゃんさんは、なんか相当なミラクルをしてない限り無理だと思います。だけ言っておきます。うん、皆さんどっちから落としたいです。トーヤさん。僕トーヤさんに入れました。うん、はい。っていうね。まあ、トーヤがヒット位置なのでしょうがないと思います。うんうん、あ、僕ボタン消費しちゃったのでどなたかお願いします。うん、お手数おかけします。まあコミサボ初手コミサボはね、やっぱこうなるよね。初手コミサボは多分弱いね。だいたいリスポーン位置のこう札とあとなんだあとはコメサボ周辺の情報で洗えちゃうから。ナイスボタン。ナイスです。はい。まあ一路落とすまで落ちる感じですかね。はい。LD さんまで削れば。はい、僕目線でも相当硬いかなって感じはしますので、普通に落としていただいて大丈夫です。まあ、一応、自投票しといた方がいいのかな、これは。いや、誰か怪しい人とか、なんかあれば。いや、ま、マジでね、あの他にあの、僕が見た人は2人とも無理そうっていうことしか言えないです。ごめんなさい。了解です。はい、おい。任せます。やっぱ、初手はインポスターの初手は多分停電しか鳴らせないと思う。強いわけではないと思うけど、仕方なく停電しかない気がする。まあ、リスポーン状況次第だけど、右に湧いてる人がめちゃくちゃ多いとかだったら、それキルが通せそうとかだったら別に、いやそれでも停電の方がいい気がするな。先切りにするにしてもやっぱ停電かな。コミサボはね、本当に絶対に、あの、収束していくから、あの、みんな行くっていう風に、いずれは。リアクターですら、ちょっと今、まだ来てない人も多いけど、スケルドのリアクターみたいな感じで、絶対、そんな感じで、みんな集まる場所、あの、オボタジになるから、よっぽどなんか、あえて行かないとかいう人がいない限りは、死んでないか、はい、ナイスです、はい、ナイスです。うん、特にナイス、うん、ナイスとかけたんですか。特にナイスって、はい、おお。なるほど。初手ボタンって誰です。単独です、ピンクで。タクヤさん、あ、何、殺さないようにしとこうみたいな。あー、なるほど。まあ、確かにそれもあるんですけど、じゃなくて、はい、あの夏目先生が今さっきなんかボタン前にいたのに、なんかあ、普通にミーティングのタスクをして。あ、なるほどなるほど。あ、そうです。時間もだって残り1人1インポスター生存だから、はいはい、50秒くらいで押せばいいから早めに押さなくていいなと思って待ってました。あー、なるほどなるほど。あ、現です。夏目さんってあの昇降機左のドア開けてくださったじゃないですか。はい。でその後はしご登られてきたじゃないですか。うん、あ、行こうかなって思って。ドア開けたら、うん、金庫の方向かうと思うんですけど、ドアだけ開けてはしご登ってきたんで不思議だと思う。あ、ドア開けて、ヌーの音が聞こえたので、はい、あ、まあ誰か押しに来たんだったら自分も押しに行くかって感じです。ドア開けてもう一つ開ける時間の間に押されちゃうので、まあ、だったらいいかって感じでした。今めっちゃ静かでしたね。なんかミュートしてるぐらいの勢いで。ここはダウンロードを早めにやっておきます。宿舎前の時だけだね、このダウンロードをやっていいのは。それ以外は死ぬリスクを伴うので、命がけでタスクをやってもね、ゲームスピードが速くなっちゃうだけですからね。やっちゃうか。
ケイ。アクヤさん。選手。なんで開けばっかりなの。死んでない。ナイスです。ナイスです。特になし、はい、特になしなしなしナッシングなしだからだね。さっくりさん、なんでエンジンの真ん中で仁王立ちしてたんすか。いや、タスク遠くて行ったら殺されるなと思って。いや、殺さないっすよ。ラフ君ね。どこ配線これ最後か。ここはね、最後なんですよ、配線。もう覚えました、配線の順番は。シュー、プテ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 。ナイスボタン。あとアップロードだけになったので、あの、うん、エマージン、あ、ミーティングルーム内のタスク全部終えたところで押しました。カメラを直しました。いやー、これはインポスターきついな。頑張れオラフ君。頑張ります。まだワンチャンある。まだ確かに、まあ、まだワンチャンあります。うん、次はゾニキさんかな。ボタン、いや、ゾニキさんはボタン押してるから殺さない方がいい。あ、確かに。ボタン残ってない人誰ですかね。エロちゃん、エロちゃん。アーカイブ。ピピピピピピ。なんだ、反応しねえ。あ、なんだ、反応しねえ。電気あんのかよこれ。マジかよ。いや、次のターンやるか。うん。お前。素晴らしい。エロちゃん、エロちゃん、何しにミーティングルームに来たの？タスクやりにですけど。ああ、そっち、あ、ボタン押したかったんじゃないかなと。あ、なるほど。配線の場所いましたよ。エロちゃん、マジか。うん。NDK やりたかったの。エロちゃん来たーと思って、胸の上はボタン残ってるから押したるもんねと思って。NDK。NDK って何？ね、え？ねえ、どんな気持ち？あ、ねえ、どんな気持ち？エロちゃん。あ、ちょ待って、でも、あ、よかった、エロちゃん投票してた。エロちゃんどんな気持ち。もう釣ってください、ごめんなさい。はい、シンさん逃げないでください。え、シンさん逃げないでくださいよ。クレー出しましょう。あ、え、やっ、あ、ミーティングで待ってます。メインホール、この電気はメインホールからやるしかないな。67673。おお、よ、なんか最速じゃね、過去。直さなくていいね。一郎ならば。
舎前。書類によって宿舎前か。はしごで遊んでた時に。はしごめっちゃ登り降りしてたね。無理です。原産は無理ですね。はい、ミーティングで待ってました。ミーティング上で待ってて、夏目がはしご遊んでた。暗かったんですけど、はしごをずっと昇降する夏目さんとエロちゃんさんは視認できました。うん、ずっと自分はやってたんで。ただ、まあ、宿舎前通路なんですよね。だったら殺した後に遊んでた可能性もワンチャンあるかなって思っちゃいましたね。あ、オッケーです、オッケー。何も言えないけど。うん。僕目線はラフ君かな。全部正しいなら。マジっすか。え？まああとエロちゃんさん目線僕ですか。ドニキさん目線も僕になるんじゃないの。いや、エロちゃんさんはないですか。うん、あ、センターさんかエロちゃんさんの二択かな。一つさ思ったんですけど、エロちゃんボタンあったのに。そうなんです、ずっと残してるのが一個いいな。押せないのよ、サボタージ直らなかったから。ドニキさん目線僕白取れますよね。いや、私が手で直して先行してましたよね、確か。僕が先行して扉、赤いの扉僕開けました。あ、そこに至るところではなんかあの合流してたんですけど、宿舎前か。あ、そっか、宿舎前だとね、多分私が先行してるから宿舎でオラフ君がキルしててもわからない位置だったと思います。あ、そっか。センさんどこ入れました。スキップ、うん、はい、あっちゃらなくても。まあ、僕あとタスク2つ、ラウンジとか、あとセキュリティの1個で終わります。終わりました、終わりました、終わりました、終わりました。あと1個。はいはいはい。誰かな、誰やろ。エンジンフォーム、シェフ、これで終わるかな。あちゃ、終わらない。いいっすね。スクボーゴ、アスク、そう、ごめんなさい、全然いいっす。ボタン使わないと一生現れる気がしたんで使っておきます。いや、ナイスボタンです。なんかあれらしいですよ、ノーラーだとボタンを、誰もしないときにボタンを押したら、何、何の用事もないのにボタンを押すとか妨害じゃんつって追放されるらしいですよ。やばやばくはないです、それも新しい戦術。新しい戦術。新しい戦術。What って書かれるやつですね。そう、 What、 What、Why? ついてるし、シュ、このマップさ、サボタージュでワンチャン勝ちがないからちょっとあれだよね。いや、あるのか、あるか、全然あるわ、なんでもない。ナイスファイト、ナイスファイト、ナイスファイト。いや、ごめんなさい、トエさん。いやいやいや、遅刻されちゃいました、最速で。あ、夏目先生なの。はい、殺した後にはしごで遊んでました。宿舎前で仁王立ちしてたら急に殺された。エルちゃんさんにバレなかったんですね、すごいですね。確かに。あ、だいぶ最初の方に一回降りて殺して、私だったら停電利用して、なんか今日静かですね、みんな。
ですね、うん、なんかもうすごいあれもうすでに燃え尽きてる感がやり終えた感がね、そうすごい試合を5回くらいやった後みたいな感じピーンってなってましたからね、4人場面3人場面の激戦を繰り広げた後みたいな、なんか元気よくやりますって自己紹介で言ってた人もめっちゃ暗かったし。誰でした？誰言ってました？ムキムキの人です。ゾニキさん話しましたそれ。いや話したぜよ。ちゃんと話したぜよ。大丈夫ですか？話したぜよ。話したぜよ。ワイルド。